なんで浮き玉使わないの？するなって思ったら、この選手が入って、レンタルに向かって、ダイレクトで。はい、こんにちは、RWSの河村です。ということで、まあ、今日はね、選抜クラスっていう形で、で、まあ、ちょっと一回見てほしいんですけど、一回コート見てもらっていいですか？やばいっすね、これ。うわー、広っ。これね、ゲーム大会と、同じこれ流れなんですけど、一回コートに見せたいっていうね、すごい、まあ、いい環境で、やらせてもらえるんですって感じで、まあ、今日はね、ゲーム大会じゃなくて、まあ、高学年の、今の5、6年生を、まあ、メインに、まあ、4年生も、何人かいるんですけど、まあ、その中で、ドリブル塾のRWSの神奈川県に通ってるスクール生の中で、まあ、選抜させてもらった、まあ、クラス、選抜クラス特別レッスンを、やらせてもらいます。で、まあ、今までね、フットサルコート1面とかで、やらせてもらってたんですけど、まあ、この前のこう、サッカーを見たかったりとか、あとは一番は、お父さんお母さんによく言われるのが、うちの子すごい上手くなったんですけど、この、ドリブル塾で磨いた技術を試合中どう活かしたらいいのかわからない、うん、かったりとか、まあ、あとは、まあ、ポジショニングとか、そういう、まあ、個人戦術的な部分もわからないっていう子たちが多かったので、まあ、こういう機会を、設けさせてもらって、やらせてもらいます。という感じで、まあ、選抜クラスの様子もちょっとある程度、動画にして、動画にして、いきたいと思いますので、ぜひね、最後までご視聴ください。これは、練習の中の、試合の中での、パス交換の中の、あっち側にボールを運ぶ一個のパターンとして覚えておいて。最初、この選手からボール持ってる選手が、新たに向かって、横パス。これ、試合で言うと、さっきの2、3、2の後ろの2人イメージ。で、新たがドリブルスタート。前にちょっと軽くする。ドリブルしてって、小指さん。この、やめるって時に、この選手が、このままなことが多い。これ、覚えててほしいのは、斜め後ろにポジション取るから。斜め後ろにポジション取って、ここで、パッと。そしたら今、前向き作れてる。これが、このままただ寄っちゃうだけだと、距離がどんどんこうやって詰まっちゃって、次のパス出しにくいから、ちょっと、はい、斜め後ろ。で、このボールの移動中に、レンタル入ってきて、長い。移動中に入ってきて、味方に、パスをつける。手にパスを出す新たがドリブルで、やめるなって思ったらこの選手が入ってレンタルに向かってダイレクトでパス。ここまで。つながないようにノリサポート、ナイス逃がし、ナイスボール落とし、タイミングでタイミング受けて出して、ナイス。おお、あると寄ってあげる。で、真横に行くんじゃなくて取って斜めに、でこの選手がチャレンジするなって思ったら軽く寄っちゃって、入りすぎてここで止まって受けるとなる。パス出す、チャレンジするなって思ったら他のポジション取って、はい、でこのまま動き見て入れるか。次、この隼人が入るタイミングも難しい。ポイントね、ここで顔上げて早く入る。これは速い遅い、すごい遅いよ。じゃあ、ハヤトいつ入ったの？トラップした時、これ、もっと言うと、移動中かな。ライトから落としのボールが入った瞬間にも動き出したって思う。ここさ、ダイレで入れたいじゃん、ハヤト。このボールの、このボールの移動中にも入るよ。このボールの、はい、移動中に、移動中に入る。左ボールつけるか。はい、距離の、これ今、だいたい10メーターぐらい。のパスをもっと速くするパススピード。みんなまだ力さ、筋肉そんなついてないからこの距離遠く感じるかもしれないけど、これ例えばふいパス出したりする時もこっから通すの難しいじゃん。インサイド全然インステップ使ってこういう速いボールも全然 OK だ。パスインサイドだけじゃないじゃん。ナイスタイミング、ナイス落とし、ツーボールグー。そう、ナイス落とし、ナイス落としもらう、プラス落としもらう、ここから横広がってる。この落とした人がこのワイドって言って広く使う。さっき言った真ん中に密集するんじゃなくて、この人からどんどん離れる。でパス出したらこのイオリ入っていいよ。ボランチの選手がここに降りてくるパターン。カズマイオリ使って、で、このワイドの人にパス。今、横幅めちゃくちゃ使えてんの分かる？この、イオリが真ん中に入ってきてくれたことで、その人たちが安心して上がれる。ヒロトはボール持って。ヒロトが、はい、パス。
まる。ああ、上がる。デシン。ナイス、ナイスタイミング。振りますかって、そう。ノーハル、ノーハル。ナイスより。出した後よ、出した後。さあ、動きが止めない、動きが止めない、要求する要求。さあ、おお、いやー、惜しい。はい、ナイス、タツキ。もう一回、ナイス、ルリ、ナイスボール。よーし。ナイスカット。はい、いいね。小指の当てる、当てる。さあ、スロット。いやー、遅い。あと、いやいやいや、ナイス。はい、これでスロット。おー、シエライト準備。ユーカと同じチームで、ここでフリーハンドを使いながら、ライトちゃんに1回つけてもう1回落としてもらうなり、タブちゃんに前向いてって言ってライトにつけて、例えばだけどコーチとかけるでここに繋いで、1回じゃあルイ繋いでもう1回落とす。なんで浮き玉使わないの？さっきやった、はい、この体の向き作って、こうやれば、はい、いや、ダメ。おー、いより、ナイス、ナイス。リュウダシ。よく見て。よく見て。よく見て。おー、ナイスボール。リュウダシ、リュウダシ、ナイス。ここ詰まる、ナイス。あー、惜しい。おー、面白い。ナイスボール。これが逆になってもアイリーが止まらなきゃ。ミラもらうならもうもうちょっと。じゃあ俺はこのぐらいの距離を取ってとか。で今さ、まあ、これをとにかく今日なんかできなかったことを、まあ、とりあえず明日トライして、でまた学んで経験して、でまたチャレンジしてっていうのを繰り返してください。今日のさ、パス練習とかもさ、最初うまくいかなかったじゃん。ゲーム中どう？最後のゲーム結構さ、前にポンポン行くようになったじゃん。で1本目のゲームはあんなにいいゴールがなかったじゃん。でもそれを1本目より短い時間であんなに点が生まれてるっていうのは、例えばパスの技術だけじゃなくてスピードだけじゃなくて立ち位置とかそれだけで変わるから、OK、それもガンガン伝えるから、これも吸収して頭の切り替えだから。これで普段の月曜日から金曜日のスクールでとにかく技術を高くして、でまたこういう選抜クラスでまた、こういうのを練習して、それで上手くなってる。 OK ですか？はい。